さあ、ノスマジェルが始まるぜ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。乾杯カルピスうまおい柴田、おい柴田、お前みくるちゃんのことめっちゃバカにしてるよなでも俺からしたらお前の方がおもろいけどな。いやだってさ一番仲良かった平本蓮に一番言うてたやん、みくるちゃんのことな、自分の味方やと思ってさ、自分の味方やと思ってやってた平本蓮に裏切られてるやん。どんな気持ち？どんな気持ち？どんな気持ち？絶対気にしてるやん。絶対ちょっと気にして聞いてるやん。どんな気持ち？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 お前今どんな気持ち？どう？どんな気持ち？ずーっとさ、仲良かったさ、平本蓮にさ、バカにされてさ、お前さ、一人だ、周りいっぱいおったけど、どん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 人おらんようになってさ、俺なんかほんまはおると思っとってん、お前が。ほんまは、なんかほんまなんやかんやでおると思っとってん。でも、ほんまにおらんねんな。もう、ミクルちゃんと仲良かったからよかったと思うんだけど、ほんまにミクルちゃんもおらんようになって。次、平本蓮も仲良かったのに、平本蓮もおらんようになって。うん、次も、誰もおらんやん。どんな気持ち？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 いや、楽しいな。どん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 、ほんまに嫌われていく柴田ちゃん。ほんまお前寂しいんやろなあ。どんどん周りがおらんようになって、始まりはあのお前がライジンで試合した時や。あの時はみんなお前に期待しとったわな。 K1 選手に勝ってキャーキャー言われて、あの時はお前スターやった。確かにみんなが言うように。でもお前がライジンからできになって、ブレイキングダウンもできになって、最終的にはパチンコ一本になって、お前言うとったぞ、パチンコの人もお前めちゃくちゃ性格悪いらしいの。お前めちゃくちゃ性格悪い言うとったぞ。お前ノッコンさんと全然ちゃいますね言うてたぞ。もうあの人やばいです言うてたで。お前めちゃくちゃちっちゃいらしいな、お前。なあ。ちっちゃいことばっかり言うらしいな、お前。お前、やばいな、お前。お前、YouTube ね、と、お前、キャラちゃうねんな。ほんまやねんな、お前。人として、もうすごいちっちゃいねんな。だからか、お前。あとな、お前な、ミクルちゃんの金魚の糞、とか言って言ってたけどな、ミクルちゃんの近くにおる、金魚の糞で、
金もらってるって、そういう奴ら金もらってる、朝倉未来からお金もらってるっていっぱい言っとったけど、お前な、朝倉未来の関連動画何本出してんねん。お前朝倉未来でお前も稼いでるじゃんね、お前も一緒ちゃうんかお前なあ。お前俺よりもお前出してるぞ、朝倉未来関連で。その時点でお前も朝倉未来の金魚のふんなん気づけよ。おい、偽アウトサイダーちゃん、悔しいか。ああ、ほんなお前いつまでも逃げんと俺とブレイキングダウンでも勝負するか。あ、こっちはいつでもやったんぞ。お前一発俺にお前ブレイキングダウンでお前落ちくってきて、そっからお前俺アンサーしてお前何も返してこへんがな。怖いんかい、俺のこと怖いんかい。この素人のボブサップを倒したノッコンとやられたが怖いんか。大丈夫、俺は最後まで相手したんぞ。平本蓮も朝倉未来もみんなお前が離れていたけどな、俺は最後までお前と勝負したるけど。でもお前は一番長いの平本蓮やったっけ。でもみんなお前から離れていったわな。どんな気持ち、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 どんな気持ち。もうそろそろな、カメラマンも手疲れてきとんねな。ずーっとカメラマン目の前でやってな、ずーっとこうやって撮っとんねな。疲れてきとるかも終わるわ。柴田じゃん、柴田ちゃんの嫌われ者。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。